はい、えー、天才シャーカーです。えー、今日はですね、あの、サービスですね。えー、サービスについてちょっとお話ししますね。で、ちなみにサービスいろんな、こう、あの、種類ありますよね。フラットあって、スライスあって、トップスライスあって、ヘッドスピンあって、で、ツイストとか、これいろいろありますよね。で、ちなみにね、ちょっとツイストは難しいんだけど、あの、その他で大体4種類ぐらいね、あれね、はっきり言ってね、15分型できるんだよね。<laughs> 簡単に。で、それとあの、中盤はですね、ちょっと、あの、体をね、この,肩の、のこの、ショルダーオーバーショルダーに近いわけですね。あの、か、か、の、肩の、えっ、ー、と、 前の風の高さを後ろで追い抜くっていう、ね、後ろに動画入ってると思うんだけど、あの、そういうの注意事項とかね、こ,こあの、後半の方にね、ちょっとこう、お伝えしていくか、いくという形でね、ちょっと、えー、今日も、あの、始めていきたいと思います。で、ちなみに私のことについてお話しさせてくださいね。私は、あの、えっ、ー、と、あの、月刊スマッシュさんの方で技術解説とか、その他、あの、あの世界のテニスの事情を、えー、ジャーナルさん、テニスジャーナルさんの方で、えっ、ー、と、あの、雑誌を書かせていただいてました。えー、その他ですね、あの、テニスクールの方ではですね、ジュニア育成で、あまあ、日本代表の選手、 それからプロルになった選手までというのを育成をしていって、で、まあ、海外の方にね、えーと、海外のアカデミーないし、高校の方とかに進学とかで、えー、そういう授業をやってました。その後あのスポーツ施設、プールとかいろいろ、そういう会社もちょっとあの運営をしておりました。その30年間についてちょっとお話をしていきたいと思います。えー、とちなみにですね、あの、<laughs> 例えば、とスピンサーブね。こうスピンサーブのちょっと、これね、ちょっとね、他の人にちょっといろいろ、他のコーチからとあのあの、いろいろブーイングあるかもわかんないんだけど、あの、ちょっと、あえて言わせてもらうとね、あの、まあ、さっきも言ったようにね、回転系サーブね、ちょっと簡単な入り替え行くとね、15分あったら全部できるんだよね、本当はね。 で、あの、それをまあ、こうわざわざ、こう、なんていうんですか、こう、なんかこう、いろいろ、いろんな形をこう横向きになって、こうやってボールを上,上げて、でこうやってとか、いろいろ形やってるでしょ <laughs> あの、間違いじゃないんですよ。間違いじゃないんだけど、それね、もうちょっと後にやることかな、ということなんですよね。で、あの、えっ、ー、と、ち、ちなみに、じゃあ、だって、あの、今度ね、えっ、ー、とね、いつだったかな、あのね、えっ、ー、とね、五月のね、えっ、ー、と、十二日ね、 に、サービスのね、えっ、ー、とね、この、なんですかね、あの、休止をね、習得するってやるんですよ。だから、一番最初の入りであれなんなのね、もう <laughs> 15分で、多分15分か30分で、えっ、ー、とね、少なくとも、えっ、ー、と、スライスサーブ、トップスライス、スピンサーブ、全部できます。ほぼ,ほぼほぼできます。で、えっ、ー、と、もうねあいつは、5月の6日もやるんだけど、これはもういっぱいになっちゃってるんで、で、まあ、あの、まだ今後も増やそうと思うんだけど、 えっと、ちょっとこう、行っていきたいんですけどね。まあ、ここで、ま、簡単に言わせてもらうと、その、えー、目と手の、あの、協調性ですよね。で、目、目がボール、ン見て、ねラケット面が、こう、ボールに対して、こう、どう当たってるのっていうことまず、コーディネーションとしてやるんですよ。順序で言えばね。で、コーディネーションとして、どう当たれば、こう、まあ、ボールラスピンいな感じでね、えっ、ー、と、こう当たれば、こう、フラットになるなと、こう当たれば、アスピンになるなと。で、よかったら、横の回転になるなとかね。で、極端に言ったら、 そのスピンとスライスの間がトップスライスでなな、斜めの回転になるでしょ、じゃあそのな例えばあのそのトップスライス、斜めの回転と、それとあの縦回転のまだその間もあるわけよ、よね、で横回転と斜め回転もまたその間もあるわけよ。ということは、無数に回転って実はで調整できるのね。 で、あの、体の動きもグラデーションのように、こう、<laughs> まあ、言ったら、なんてね、フラット系に、こう、あ,あの、スピードを出せば出すほど、肩前に出ていって、で、あの、回転が少なくなれば肩、こう、残すような、ちょっと、こう、イメージにな,なっていくっていうか、まあ、最終的にそういう感じの動きはグラデーションのようになっていくんだけど、に変化されていくんだけど、とりあえず、ボールに対して面がどう当たるのかなっていうのを覚えたね、実はね、あれね、ほぼほぼね、 全種類どころかね、あの、もう10種類ぐらいサーブっていう手のね。だから、うわ、縦に回ったとか、あ、ちょっと横に曲げようかな、もっと横に曲げようかな、ちょっとスナイデンしようかなとかね、こう、こう、こうのね、やってるとね、もうすぐできちゃうんだよね。だから、 最初手打ちみたいな形なんだけど、それやらすとね、ほぼほぼできますよね。で、前言たよくあのね、なんかこう、しゃがんでね、こう、よくむぎだってぶらげて、こうやって、あの、や、やるじゃない。あれが間違い方そうじゃなくて、スピンの中でも最上級の、こう、いい質に、あの、固めていくんだったら、ああいう風になるんですよ。極端に言えばね。でも、その前に、あの、コーディネーションって言ってね、目と手の協調性っていいじゃない。で、そこをまず習得させるの。 まあ言えばね、どう当たるのっていうね。で、よくあの、テニス区で指導されてる、こうしゃがんで、横をもらって、こうやって、なんか座ってやるでしょこう,こういうのってね。あれは土台の体の運動連スの部分をやってるのね。極端に言えばね。だから、まあどちらかといえば、テニス全体の、その、スキル。まあの、まあ、スピンサーブというスキルの部分をやってるわけね。で、テニスの指導っていうのは、こう投げる、打つ、蹴るっていう、えー ベースとなる運動連鎖のベースとなる、えー、っと、あの、動きね。ベースね。運動基本ベースね。で、次にスキル。テニス専用の、その、なんていうのかな、ね、こう、動きね。例えばスピンサーブだったらこうだとかね。なんかこう、さタイたったらこうだとか、なんかいろいろあるじゃないなんかこうなんないろいろね。だから、そういうのを言えるわけ。で、最後に、どう当てるのかなっていう、こう、位置から具合っていうのは、こういうコーディネーションっていうのね。なので、あの、順序で言えば、投げる、打つ、 とかいう動きと、それとよく、なんていうんですか。 コーディネーションね。どう当たったらどうボールが変化するのってのこれ最初にやるのよ。ね。で、なぜなら、一番最初、キッズの時ってね、なんかこ,これボールでトン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 ってやってないなんかこれあれってコーディネーションじゃん。だから目で見て、で、ボール、目,目と手の協調性が最初やるのね。だから、だからそ,れそれが最初先なの。どれぐらいついたらボールってどれぐらい上がるのかなどういう力を加えればボール,ボールはどういくのかなとかね。で、こうやれば回転かくるねとか、で、こうやればがきたい。で、ああいうので、 ボールという物体に対して、どれぐらいに、どう手を動かせばどう変化するかを知るわけでしょそのトントントンっていうのを、ここでやるのと同じなのよ。どうここで、こうやったら縦になるな、こうやったら横になるなって、こういうのをね、このコーディネーションでやるわけ。こうトントントンってのをこう、上でまあちょっとやってないイメージかな、極端に言えばね。それでまあ、なんだかね、この当たり方の感覚を覚えるのね。これ、これ一番最初にやるのよ。 で、そうすれば、その、まあ、完成、完璧な完成じゃないけど、フォームは、はあの、綺麗ではないけど、なんか手打ち太郎が何なのか一応スピンとかスライスとかの感じは分かるのよ、極端に今。それで、ほぼね、15分だったらできるよ。ね、で、ある程度こうサーブ練習してる中で、なんかこれ当て方さだけで、ね、こう、あの、ちょっとコツ掴んだら、よし、ちょっと縦で回転しようとか、横の回転しようとかってことできるもんね。 で、まあ、それだけだったらね、例えばスピンだったらスピンサーみたいにこうピンとキックされるってことは難しくなるけど、でも、それは後の話であってね、まあ、そのコーディネーション的なとこからね、ちょっと始めていこうかな、とね。で、それと、あの、次、これ体の動きに行きますね。で、あの、まあ、あの、回転系とはちょっと違うんだけど、体のね、えっ、ー、と、まあ、成長に合わせてね、最初はこう、前回の動画でやったんだけど、ボール投げのような感じっていうのから、 体が成長したと、ちょっとず、こう、上の方に上がっていくような動作になっていくよって、こう、ええー、やりましたね。これ一応ね、ITF の方からの資料かなんかから、あの、私、あの、えー、っと、ね、日本テレス協会の、こう、ナショナルの方の担当からその資料をちょっといただいて、で、ちょっと見させてもらったんだけど、これ、あの、まあ、全世界の、その、サービスーをしては、統計みたいなのがあってね。で、体はどう変化しているかっていうと、まあ、12歳以下は、こう、平行ぐらいね、平行ぐらいで、こう、回すようなところ。 で、14歳で、ま、たい高低差がつくかな。で、16歳で、このショルダーオーバーショルダーな状態になるかなっていう。その、この、調べた統計があるわけよ。だから、まあ、あのー、なんだ12歳以下はこのショルダーオーバーショルダーで,できないとは言うあのあの、言ってないんだけど。やっぱり年齢的に合わせてどうバージョンアップし,していくかっていうことを考えていかなきゃいけないのね。で、ところが多くのジュニアが、その、なんていうの十12歳以下のサーフで止まっちゃってんのよ。極端に言えばね。 で、脚力とかもうちょっとそのの気に、あの、気にして強化していけば、こう、もっとこう、ショルダーゴバショウダーのような、こう、サーブを受けたりとか、いろんなバージョンアップしていくサーブになるのね。で、ちなみに、ショルダーゴバショウダーのようなフォームになってくると、あの、なん打点っていうのは、こう、サーブする打点って、全部スライスだろうが、スピンだろうが、大体ね、前足のね、後ろ側になるの、ね。よくごよこう、スライスう外側に上げるってイメージがあるでしょ。で、まあ、あの、初心者の頃はそれでいいんだけど、もうこれ、ショルダーゴバショこういう感じで、こう、上ながら、ショルダーゴバショウダーになってくると、スピンって、 だからスピンだ,らスライススピーだともっと後ろになるよねだからこ,この横で打ってるわけじゃないのよ極端に横こんなところで打ってないのねもうこの上になるのねだから体をこう回すような投球だったら横でもいいんだけどあのこう上に上がるようなサーブになるとどうしてもねどうしてもっ、ね、てもう,かもう必ずこっちになっていくのね、まあ、一応これも、えー、と日本鉄業界の方の高知研修の中の資料の中に入ってましたこれね あのそんな感じで変化していくんだよというふうに出ています。まあ、これもまああの全世界のねこうあの統計みたいなところがこれでも調べた模様なものをずっと集めてやってるみたいだからそれはまあ間違いはないでしょう。 えー、という感じで、あの、それに当てはめて、成長に合わせてやっていくのね。だ今回、まあ、小学校の5年、小学校が中学生も全部集まってるんだけど、で、その子たちのちょっと体力的なね、例えば、自分が後ろになったら後ろに出てたと思うけど、あの、スクワットとかそういうのができれば、あの、簡単にできる、あの、移行しやすいとかってあるから、その特性があるからね。だから、それの動きをクリアするためには、ここ、こうやらなきゃダメだよっていうのをやっていくんだけど、 えーっと、で、これの、まあ、どちらかというと言えば、最初はこう、ね、えー、っと、こう、ボール投げのような、とあのとっから入るんだけども、あの、正代をおばショうダなーーーのとこ、こ側屈ね、側屈ってこう、こう、反ったのを、こう、持ち上げるような、こう、動作っていうのをね、こう、になっていくんだけど、そこをわからないでね、よく、あ,あの、間違ってる人ね、あなんかこうね、あの、体をくの字に曲げてね、で、そこから回そうとするんだよね。だから、くの字を体を回そうとするから、もう、めちゃめちゃになってるんだ、これ、めちゃめちゃ、すごいね、誤解して,てるからね、だからそこもね、ちょっと、え解決していきたいなというね、まあ、今回、 今回の5月の6日と、えー、5月の。えーと 12日かです、ね。12日あとね、えっと、メンバー4人だけなんで、まあよかったので、あの、でえ、来てください。で、サービスだけじゃなくて、後半ね、ちょっとリターンの基礎も少し入れて、サーブリターンまで持っていこうかな、というふうにちょっと考えています、ね。で、まあその他ね、ちょっと、あのー、なんとうか、こういうの、こう、体の使い方的なこともね、あの、やってるので、それはまあちょっと、また下の概要欄から見てもらえばいいとは思うんですとまたちょっと、あの、時間を見てね、あの、もし、ちょっと入れない人は、まあね、あの、つ次の、 えっと、機会に、えっ、ー、と、あんな欲しいですっていうのを言ってもらえれば、また送る、送ったりタイトルしたいなとは思うんですけど。えー、結構ね、サービスって難しいんですよ。こうね、難しい。で、あの、ちょっとみんにもね来て、来てくれる人もちょっとお願いしたいんだけど、あの、なんかいじるとこがあるとね、急に入らなくなること結構多いからね。それはちょっと、 なんていうかね、こう、当たりを、当たりの部分がね、結構ね、確率はね、別に問題ないんだ上がるんだけど、体の土台を触るとね、結構ね、あの、入らないこと。私ね、はサーブのレース、本当、実は一番苦手なんだよね。あの、難しいんだけど。でもまあ、一応ね、あの、なんていうかね、こう、あの、理,理論っていうか、理屈をね、ちょっと理解してもらえば、だいぶね、こう、そんなりいくと思うので、えー、頑張ってほしいなと思います。ちなみにもう一回言いますよ。サービスの回転、あの、15分あたっていきますからね。で、あとはそれに合わせて、それを極めていくんだったら、体の 動きの、ねえー、技術をきっちり一人はそれで別にやる必要があると思うんで、別にステンスクでやってくることは間違いじゃないけど、あのよく多いのは、最初のコーディネーションをよく飛ばしてるんですよね。えー、あれさえやれば、少なくでも回転だけだったら、完成とは言わないけど、回転だけだったら4、3、すぐ15分がたってきます、ね。 えー、あとは体の使い方っていうのをね、このショルダーオーバーショルダーまで、えー、どう持ってるかっていうのをちょっと考えてもらった方がいいんじゃないのかな。で、それがちゃんとできない人はね、やっぱりね、こう,こうなってもね、なんかこう、この頃のから,からの頭が下がるようなさ、<laughs> こう、なんか上手いに上げないようなサーブから脱却しないんだよ、ね。あの、ちょっとさありあえず惜しいなといつも思ってるんだけど、<laughs> そこもアドバイスできると思うんで、ちょっと、あのー、検討していただければというふうに思いますね。えー、というふうな、頑張ってください。